健康医療局生生活衛生部薬務課薬務事指導グループの土田と申しししまますすよろしくお願いします私からは、実際に私の担当している仕事であったり、仕事のやりがいといった部分に焦点を当ててご説明できればと思います。簡単に私の自己紹介をさせていただきますと、2019年に大学を卒業して、一度薬局に入社後、 昨年の1月に入庁をして、現在の薬事指導グループに配属となりました。入庁するきっかけとしては、薬局で働いていく中で、今後自分がどんなふうに働きたいか考えたときに、薬局の中での業務だけではなくて、いろいろな仕事にチャレンジしてみたいと思ったことがきっかけです。そういったときに、神奈川県職員の募集を見て、以前から 薬事衛生に興味があったこともあり死亡しました先ほど千代主任技師が説明した通り薬剤師職の勤務先は図のように本庁と衛生研究所と保健所間をお,およそ3年ごとに移動するとされていますその中で私は本庁では薬剤師としてどんなふうに働くのか、まあ、あまりイメージがついていなかったこともあり、まあ、逆に興味があったので 本庁を希望して現在の配属となりました。神奈川県の行政区分は図のようになっていて、8個の保健福祉事務所を持っている一方で、6つの保健施設知市があり、業務の中でいろいろとやり取りをすることが多いことも神奈川県の特色ではないかなというふうに思って仕事をしております。で県庁での薬剤師の主な配属先として、 生活衛生課と薬務課がありで、私の所属する薬事指導グループでは、薬局の医薬品販売用関係の医薬品医療機器等法の施工ですとか、えーまあ、通知ですとか、そういった業務も行っております。ここで現在の私が担当している業務をスライドに上げました。 1>, 1番の統計報告に関することでは、主に医薬品医療機器等法ですとか、毒物劇物取締法の各種事務取扱い件数であったり、違反の件数であったりを取りまとめて、国への報告や、もしくはまあ県の行政資料として公表を行っています。登録販売者試験に関することでは、試験の解除の手配から当日の運営の調整や、 さらにには合格の発表ななど試験に関すする全般的なことを担当しています3つ目の解毒剤の備蓄についてですと、中毒や事件の発生に備えて、県では多数の解毒剤を購入し、県内の倉庫に貯蓄をしているのですが、その数量や備蓄の場所の調整等を行っています。医薬品医療機器等法関係の 通知に関することの業務では、国から日々、まあ、通知ですとか事務連絡が来ているのですが、それを関係各所ですとか、ホームページの掲載を行っております。最近ですと、新型コロナウイルス感染症に関する通知や事務連絡も多くなっていて、えー、その県のコロナウイルスに、えードを担当しているような部署との事前の調整をすることも多いです。その他に 県民のののの方かからら問いい合わせの対応や警察署からの紹介とっった業務も行っておりますこのうち、今日は、このうちの統計報告に関することと、登録販売者試験に関することをお話しできればと思います。プライドには、県で作成している統計報告の一部を抜粋したものを載せています。この表では、平成28年から令和2年度の 薬局や店舗販売業の数をまとめたものなんですけれども、このほかに実際には事務取扱い件数や違反の件数をはじめ、さらには県で実施した講習会の実施記録といったものも取りまとめています。それぞれ県域の8個の保健福祉事務所と6個の保健所設置士から報告のあったものを取りまとめ、担当部署とのやり取りをすることも多いので、完成するまでに時間の計る ことになるんですけれども達成感のその分達成感もあるような業務かなと私は思います続いて登録販売者試験に関する業務についてご説明します登録販売者は第2類と第3類の一般用医薬品を販売できる資格ですがそのためには都道府県が年に1回実施する試験に合格しなければなりません 県の実施する試験としては最大級の規模の試験となっていて、今年度の受験者数は4332人の試験とな,って、ま、なりました。直接的な試験の実施は業者に委託をしているのですけれども、年間を通して委託業者の契約、願書の配布、受験票の作成、運営マニュアルの作成をした後試験が終わった後の合格発表や来年度の試験に向けての契約と、 年間を通じてて行うようよなな業務となっております例えば、試験運営の会場手配や準備について、具体的にどんなことを検討するのかといいますと、えー、収容人数が適切な会場となっているかですとか、あと現在はま感染症の対策を踏まえて、座席配置を行うですとか、えー、そういったえっ、ー、を 座席のレイアウトに直接関与したりしております。また、試験を行った回答用紙は重要な個人情報でございますので、回収漏れや誤りのないような回収方法になっているかといったことを事前に業者と調整をし、検討を行っておりますで。こういった業務をする上で、大変なこととしてはまず、 委託業者とととの調整が多いいことだと私は感じています例えば個人情報の取り扱いといったことでも県と委託業者で認識が異なり最初は県の言いたいこと意図がうまく伝わらないこともありましたその他にやはり受験者数の多い試験となっているので願書の受付であったり受験票の取り扱いの業務が大きくなることやそもそも その受験者数を収容するだけの会場を手配することも大変なことになっていると感じています。その他に、法律で決まっているものの他に、要項や契約書、使用書といったものも都度確認する必要があることも特徴的な業務かなというふうに思っております。ここまでの話だと、 苦労することばかりの印象を受けてしまうかもしれないのですが、その分、やりがいも大きい仕事と感じております。神奈川県職員として働くやりがいとして、やはり一番良かったことと一番良いこととしては、県職員だけでしか携われないような業務に関われるようなことが挙げられると思います。今回紹介した統計事務や試験運営といった業務は公的で、他の職務では 携われないような業務ばかりですので、新鮮で楽しく感じながら業務を行っております。また、県全体に関わるような業務も多く、規模が多くて苦労はするんですけれども、苦労する分、やり遂げた後の達成感も大きいと思っております。その他に、業務の中で特に法令については新しく学ぶことが多く、学んだ知識を活かすことができると、その時にもやりがいを感じております。 その他に、ちなみに私のケースですと、まあ、転職の前後でま給料はま減ったのですけれども、福利厚生や休暇制度が充実したりしていることですとか、帰宅時間が早くなった分満足しております。私の発表は以上です。県の薬剤師として働くイメージの形成に役立てていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。